あ、もう映ってる。はい。わー。はい、じゃあちょっと僕怒鳴りましょうか。はい。はい、第1回東大阪メディア対抗たこ焼き選手権大会。イエーイ。いやー、思いつきでね、ツイッターで僕が言ったんですけどね。そうですね、はい、突然の。突然。なんかギャングいますけどね。はい、今年週刊東大阪の前田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと順番に自己紹介していただきましょうか。はい、じゃあギャング最後にするギャング最後。はい、じゃあすいません。はい、河内新聞社のそしてシンガーソングライターの若林美希です。よろしくお願いします。いやー、河内新聞社さん初めて来させてもらったんですけど、はい、なんか入り口に若林さんコーナーがいましたね。ああ、よく見てくださってますね。いや、若林さんコーナーやった。そうなんです。CD とかね、置いちゃったりして。ね、豆を置いてましたね、コーヒー。あ、コーヒー豆を置いてます。すごい、コーヒー豆はすげえと。販売もしてるし、ここでも飲んでるっていう。ああ、なるほど。わかる。わかる、本当に、はい。コーヒー大好き。コーヒー大好きですか、はい、後で教えてもらおう。はい、じゃあすいません、じゃあ次。お願いします。はい、東大阪経済新聞の和田です。よろしくお願いします。お願いします。和田さんはあれですよね、ほら和田さんは河内新聞社さんは何回も来たことあるよって、うんうん、今日来る途中にちらっと言ってましたね。はい、はい、河内新聞テレビとか、うんうん、出演させていただきました。なるほど、出てくださいましたね。なるほど、そっか、なんか僕は伝統子。冗談です、冗談です。はい、じゃあ次、はい、じゃあお願いします。はい、週刊東大阪の野口です。あ、美穂ロボットです。よろしくお願いします。つい言い直してしまった。そう、テロップ見て。本当は野口美穂さん。そうです。あ、もう、まあ、もう私会ったことない時からもう勝手にミホロボットと思ってます。ミホロボットお呼びください。ミホロボ略してください。略してね、あの4文字ミホロボ。ミホロボ、ね、ここ20年ぐらい、はい、あの略称は4文字ですからね。そう、はい、それより前は3文字だったんですよ。どういうことですか。後藤久美子さん5組とかね。あ、でも木村拓哉さんはキムタクでしょ。キムタクですね。そう、3文字から4文字と編成してて、キムタク、あとね、カシユカみたいな。カシユカ、カシユカ、ちょっと難しかったです。すいませんでした、申し訳ありません。いつもね、我々事務所でこういう会話をしております。はい、すいません。で、今日は、はい、東大阪のたこ焼きを各メディアが2つずつ推薦して、うんうん、ここに持ってきて、持ってきました。はい、はい、で誰がどれを持ってきたかっていうのは、うん、まあ、一応クローズにしておいて、うんうん、で、これを全員で試食した後、はい、ポイントをつけていきます。はい、一番おいしいなと思ったたこ焼きには10ポイント、うん、10ポイント。2番目には5ポイント、うん、で3番目には2ポイントです。はい、で集計しまして、はい、一番ポイントが高かったお店を優勝とします。はい、はい、僕は各お店にやんわりとしか伝えておりません。はい、やんわりと、うん、なんかちょっと今日友達と集まってたこ焼くんですよね。友達ぐらいにしか言っておりません。タコパですね。タコパですね。タコパですね。はい、まあ要はタコパして、はい、美味しい、おいしないって言っていこうってことですね。はい、っていう感じで始めたいんですが、はい、皆さんよろしいでしょうか。はい、はい、楽しみ。楽しみ。わー。じゃあ早速いっちゃいます。はい、はい、まあ、あのいろいろちょっとどんな感じでいきますか。そう、どこ1店舗を、1店舗をめっちゃいっぱいあるんですよね。ラインナップ、そうですね、ちょっと映しました。ラインナップちょっと映しましょうか。あれですね、シーン2に映す、はい、なるほど、感じですか。のび太くんお願いします。あ、のび太くん、のび太くん、たまにね、はい、ちょっと裏側っぽい話していいですか。はい、たまに僕ね、はい、なんか吉川さんが若林さんに、はいはい、結構指示を受けてるシーンを見るわけです。吉川さんっていうのは今操作していただいてる川内新聞の吉川さんなんですけど、のび太くんなんですけど、はい、なんか結構指示を受けてるシーンを取材先とかで見て、本当ですか。はい、若林さん攻めるな。怖いと思う。若林さんちょっとなんか
攻めてるな。え、そんな時ありましたっけ。若林さんの方がお姉さん、はい、いえ、同い年ですね。同い年なんですか。同い年なんですけど。あら、なんかあれですね、若林さんちょっと立場的には私の方が下なんですけど。あ、そうなんですね。そうなんですね。そうですね。あら、あら、ちなみにあれですよ、はい、僕と和田さんは同い年です。そうなんですか。そうなんですか。同級生。同級生。同級生。学年が一緒ってことなんですか。おお、すごい。ね、ミホロボットは一つ、一人別で。一人別ですね。平成元年なんで。元年生まれ。入社当時はすごくもてはやされました。わあ、すごい。ついに我が社にも平成が来たみたいな感じでね。すげえ、しょうもない話しちゃいましたね。令和なっちゃいましたから、ね、令和、お前もう令和や。そうですよ、もう令和や。じゃあ、ちょっと、うん、はい、食べていくんですが、うん、どれから食べるとか、まあ、別に何でもいいか。どれくらい味薄そうなんか、味薄そうなんかです、うん、じゃあ素焼きって言いましょうか。素焼きね、素焼きはね、そうなんですよ。これ手元は、手元はここかな。あ、これありますね。これさ、ザイルですね。あ、違う違う違う、あれ違う、あ、これ、あ、ここにもおるわ。タッツオールは、これの機種は後で控えていいですか。これがザイルの素焼き。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 ザイルさんってどこにあるんですか。おー、素焼きって感じ。素焼きや。いい感じの光加減ですね。いいですね。素晴らしいですね。これ熱、全部熱々じゃないんですよね。そうそうそう。そうね、ルールに決まって、ね、そう、ルールで東大阪の各地から買ってくるんで、うん、時間がね、時間がね、かかっちゃいますから、不幸配管出ないように、今買ってきてみたいな話しましょうっていう話をしてました。うんうん、だって、美味しいたこ焼きって、皆さん言うじゃないですか、冷めても美味しいって。うんうんうん、なぜメディアは必ず冷めても美味しいって全員で言うんでしょうか。はい、今全たこ焼きがそうな気がするんですけど、多分冷めてもっていうか、今こう食べてるやつが冷めてるってことですね。なるほど、あの時ね、あの現場ではそうなわけですね。あ、なるほど、冷めても美味しい、なるほど。僕写真撮ってもいいですか。あ、どうぞどうぞ。あ、ちょっとその写真撮ってるとこ動画撮っていいですか。すごい、いつもあれですか、しゅうひがさんこういう感じでこう動画配信とか。あ、そうですね、そうですね、そうですね。最近僕らのインスタが大嫌いで、大嫌い、インスタの、はい、あの薄っぺらい感じが大嫌いなんで、はいはい、はい、なんとかあのインスタに馴染もうと思ってリールを始めたんですよ。リールを、あー、リールね、リールを始めて、はい、リールで何にも言わんと、はい、ただ食うだけって食ってる動画をつなげていくだけみたいなのをやってて、それがね、あの、すっげー性に合ってる、映えるって考えねえから、はい、どんどん取って、そう、どんどん取って、つなげて、はい、じゃあ行きましょう、取っていきますよ、食べていきますよ、食べていきますよ、はい、じゃあ、はい、皆さん、いただきます、いただきます。ちょっと鳥箸的なものを置いた方がいいですよ ね、 すね、はい、じゃあこの子でいきましょうかね、はい、じゃあ僕いただきますね、はい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 、今なんかね、今なんか、うん、声がしてるのはミホロボットの娘です、はい、はい、顔出し NG なんで。そうですよ。これ床の下で音が鳴って。床の下で。あ、めちゃいます。ありがとうございます。床の下触る。え、これは机の下。あ、ごめん。机の下ね。出てきたね。あいやい。さんちゃん、さんちゃん、さんちゃん、こっちおいで、こっちおいで。さんちゃん、こっちおいで。いけるな。際どいとこ、なかなかいけるタイプだな。はい、どうぞ、ね、どこ行っちゃったの。サンちゃん、サンちゃん、はい、はい、はい、ちょっとね、あの今 YouTube の音声が出ないと怒られました。はい、あの、いや、ダメよ、そういうことね、はい、ちょっと向こう行ってみとくか。じゃあ、いただきます。はい、いただきます。ザイルさんの素焼き、ね、これ素焼きにしたのは何か意味があるんですか。やっぱり素焼きが一番美味しい。兵隊間にあるたこ焼き屋さん、誰が持ってきたとか言ったらあかんって言ってるんです。今食ってるお話。キロキロ。素焼きってこのソースも何もない。うんうんうん、おだしたこ焼きって書いてますから、ね。うん、おだしだ。これは美味しいな。うん、ちょっとメモするわ、うんうん。メモしとかなんとね。うんうん、あ、なんか。こっちで。お、美味しいな。うんうん、ザイルさん美味しいな。うんうんうん、すごい。あのシンプルと
言いたくないぐらいの感じ。美味しい。なんかソースの味がなくて全然いけるというか、ちゃんと濃い。うん。私のね、なんか素材の味がちゃんとしますね。うん。あの生地の味がしてますね。うん、美味しいですね。じゃあ次は。エビちゃんはネギも入ってるんかな？ネギ？ネギも入ってる。中にネギ入ってるの？感じはしますね。ほう。うん。一応ね、全部開けときましょうか、うんうん、はい、で次に次どうしよう。次ね、これがね、これ醤油なんですよね。醤油、うん、ほうほう、ふるさと結構いろんな味があるんですね、醤油ね、ほんとね、誰がこう喋ってたら誰がどれ持ってきたか分かっちゃいます ね、 そうですね、もう仕方がないですね、これはね、はい、ふるさと言ってみますか。ふるさと言ってみましょうか、うんうん、次に、はい、薄そうだね、画面に、はい、これふるさとですね。はい、ふるさと。こちらもシンプル。こっちが歌えれた。はい、どうぞどうぞ。これですね。シンプルにね。そうですね。結構ザイルと比べると色味は白目。白目。ザイルは白目。白目、うんうんうん。これ比べると分かるな。これたこ焼き比べて食べると怒らへんよね、普通ね。確かに。これすげえ楽しくなってきた。じゃこれも、じゃあ違いが分かる。取り箸ね。お願いします。ありがとうございます。いや、これ醤油醤油、いただきます。じゃあいただきます。これやっぱりちょっと しなしなしちゃうんでね、うんうん、それが残念なんですけどね、うんうんうん、おう、醤油だ醤油だ、うん、面白いですね。面白いですね。こんなに差があるんやん、ね、違う違う、うん、へえ。これもうメモっとかんとね、うん、生地の感じもなんかやっぱちゃうんですね、うん、面白い。なんかこうとろろが入ってるようなこうちょっとねっとりした感じがあって、うん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 、ちょっとあれですよね、うん、粘着質する感じ、うん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 、これは好み分かれるで、うん、結構点数ばらけるんちゃいます。みんななんで携帯触ってんやろうと思ったらちゃんとメモしてます、ね、メモしてます、メモしてます、メモしてます。今のはみんなあの堀尾みたいにツイッターしてるわけじゃないですよ。見たからどうしたんやと思って、 SNS すぐに上げていくかな。堀尾もんさんってあれですかね、あ、ほんまにネタじゃなくてほんまにどこでもあれやってますからね、ずっと、はい、なんか誰かと対談中でもツイッターで触ってるんですか。すごいすごいっすよ、もうマジですごい。何がすごいかよく分からないけど、はい、あ、今ふるさとを記録。そうですね、ちょっと忘れてた、うん、ちょっとね、スマホの調子があんまり良くなくてですね、社の携帯です、はい、あ、そうなんですね、はい、社の携帯です。めっちゃいいですね、本当に。もうサンちゃんもいただきますか。あ、サンちゃんもじゃあ、はい、サンちゃんふるさとさんちょうどいいでしょう ね、うんうん、ね、ザイルさんふるさとさん本当にいい感じだと思うよ。美味しい、美味しい、美味しいよ。ここで美味しいよ言ってます。今の入ってるのかな。ギリギリ入ったんじゃない。ギリギリ、はい、じゃあ次行きましょうか、はい、はい、次どうします。そろそろソースになってくるんですかね。やっぱあれちゃいます、あのここは東大阪市民として抑えとかなんかのことやるなかちゃいます。うん、たこえもんでしょ。たこえもん、たこえもん、ほらたこえもんね、見せますね。まずこのパッケージですわ、パッケージ。はい、あ、どっち、あ、こっち、こっちかな、ね、はい、パッケージね、ズバリなパッケージ、ね、これズバリでしょ、たこえもんでしょ、うん、これね、本当に昔からあの美味しいたこ焼き教えてってツイッターつぶやいたら、うん、だいぶの確率でたこえもんって言われるんですよ、うん、東大阪3店舗、ほら、こう三店舗ね。あ、うん、どっち？こっち。あ、こっち。あ、ごめんね。あ、こっちの方がいいですね。はい。こんな感じ。はい、うんうん、東花園、新石切、善根寺。善根寺にもあるのよ。あの万代のあたりね、うんうんうん。にあるので、はい。じゃあこれ食べていきましょう。はい。美味しそう。ビジュアルがもう。ビジュアルがね。美味しそうです。ビジュアルがね、ザたこ焼きって感じですからね、うんうん。はい。じゃあ僕からいきますね。はい。じゃあ。
ただきます。食欲をそそる、うん、見立て。はい、じゃあ、カツオたっぷりだな。そうそうそう、カツオがね、カツオ食えよぐらいの感じですかね。はい、一粒も大きいですね。大きいですね。あのプライド感じますね。大玉たこ焼き歌ってるだけ。そうそうそう、プライド感じね。はい、じゃあいただきます。いただきましょう。しっかりしてるわ。うん、おいしいですね。おいしいですね。青のりとソースのマッチングがめっちゃいい感じ。青のりがすごい効いてる。確かに定番のアドボ、うん、大玉系ってね、結構中トロトロなイメージですけど、ちゃんとしっかりしてますね。やっぱりね、大阪人というか関西人というか、これ今日生姜入ってるんじゃない？これ入ってますね。ね、入ってたね。入ってましたね。和田さんが生姜入りの生姜入りがいいって言って、はい、ずっと探してて、私はあの東大阪たこ焼き初心者なので、はい、どっかに生姜入りがないかなと思って最初何軒か行ったけど、ね、全然入ってなくて、生姜入れると子供が食べられへんからちゃうかとか、なるほど、言ってたんですけど、ちょっとだいぶ、だいぶ話しない。タコエモン。タコエモン。もう一個のスマホを、サシオさんが YouTube 見てはるんですよね。なるほど。なるほど。じゃあ僕が今、全部写真撮っていきますので、すみません。はい。美味しかった。うん、美味しい。ちょっと待って、頭整理せな。これ現段階でもう順位がついてないと、僕らもうつけられないですよ。うん、僕から先は。大丈夫ですか、うん、難しいのは素焼きも入ってるってことですからね。そうそう、素焼きが入ってて、どの角度から審査するかっていうことですよ。みんなもうこれ 1,2,3 つけ入れてます？この今までの3つで、うん、オッケーオッケー。いや、僕ちょっとしんどいな。はい、今ちょっとつけた。はい、じゃあ次行きましょう。次どれがいいかな。そうですね。ソースやったから。あとはソースね。もみちゃん、じゃあエビス屋さん塩マヨなんですよ、ね。じゃあ塩マヨ行きましょうか。マヨ行ってみましょうか。はい。これね、コントラストでよくわかるかもしれないですね。ね、それに、これは、あ、紅生姜ついてる。別添え。別添えね。こっちこっちね。嬉しいですね。ここここ、はい、うん。嬉しいですね。ね、じゃあこう、これで、それで、そう、竹串でいってください。竹串です。お店の竹串で、はい。ありがとうございます。竹串って取りやすいな。うん、そうだよ。爪楊枝より竹串だよ。確かに、確かに。はい、じゃあいただきまーす。いただきます。いただきます。どこさんやったっけ？恵比寿屋さん。あ、恵比寿屋さんですね。恵比寿屋さん。うんうん、塩マヨ、うん、おぉ、うん、塩マヨ、うん、塩マヨ、うん、塩マヨ、うん、いや難しいな、それぞれ全然違う、うん、うん、全然違う、うん、これはなんかチャート作りますよ、チャート、たこ焼きチャート、うん、ちゃいますね。ミホロボットが大好きなチャート作りますよね、うん、何でもチャートに対応なんですか、はい。どんな企画でもチャート作ってるもんな。これ、はい、ほんま面白いですね。面白いですね。なかなかこうたこ焼きをこんだけ食べ比べることないから、うん、わ、すごい特徴がすごい分かる分かる、うん、ちょっと、ね、全然ちゃいます。全然ちゃう、うん、上にかかってるなんか粉がね、いつも気になるんですけど、何粉でしょうね。ね、そうこれね、何粉でしょうね。そこだけ欲しいです。ね、そこカツオ粉、カツオ粉、カツオ粉なんや、へえ。今、のび太さんが教えてくれました、うん、さて、さて、次、あと2つ、うん、あと2つ、もんちゃんと天むすですわ、うん、へえ。知ってるんですか、のび太くん。天むすはよく聞きますよね。あの伏せの天むすって柳通り沿いの、前までは高井だよなみたいなところにあったんですけど、うん、そこにこう
タコのね立体の看板がドカーンとあって、うんうん、であの立体の看板を目指しちゃいけって言ったんですけど、うん、いてんなってちょっと南側行って店ちっちゃなって、うん、あの普通のたこ焼き屋さんみたいな感じだったんですけど、味はどうなんでしょうね、うんうんうん、じゃあちょっと話の流れ的に行きましょうか。天仏さん行きましょうか。はい、天仏さんですね。天仏さん、じゃあちょっと写真さっき撮らせていただいて、うん、これもなんかビジュアルいいですね、うん、ね、たこ焼きって感じですよね。大きいな、これもしかして中で一番大きい。大きいです ね、 ね、かなり、はいはい、ね、最大級ですね、はい、東大阪最大級、うん、あ、こっちこっちこっち行く、こっち行く、こっち行きますか。そうですね、光的にね、あソースもたっぷりかかってますね。そうですね、ソースが多いですね、うんうん、じゃあちょっとこれをいただいていきます。よいしょっと、すいません、およいしょっと、ありがとうございます。どっかでそのサイズか、どう8個やね、8個入りかな。なんか各ね、お店ね、最小単位が違って面白い、これも面白いですね、うんうん、おおでは、あ、すいません、吉川さん、ごめんなさい、器用に取り上げていく、しぶしぶと、いただきます、いただきます、いただきます、美味しいよ、うん、お、うん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 、なんかソースの味が違う、うんうん、甘めですね、うん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 、うん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 、やわかい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 、まあたこ焼きらしいたこ焼きですよ、うんうんうん、すごくたこ焼きらしい、おいしいな、どれもおいしいな、うんどれも美味しいわ。難しいな。違うけどね、全部違うけど、うん。なんかでもいろんな今の食べたのいろんな食感あります。こうトロッとしてる部分とちょっとカリッとしてる、うんうん、残ってる。でもこう冷めてね、水滴いっぱいついてますけど、うんうん、熱々やったらカリッとしとったやろうなっていう。という感じがしますね。すいませんたこ焼き屋さん。すいません、たこ焼き屋さんすいません本当に。ロケしてりゃええんやけど、ロケにしてりゃええんやけど。ね、まあって収録だから、うん、まあってみんなでやってもいいんですけど、うんうん、まあね、ちょっとめんどくさくなっちゃったんです、ごめんなさい、うん、でもこうやって集めるのもいいじゃないですか、うんうん、で、最後に、うん、こちら、はい、もんちゃん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 ってあれ6個入りですかね、もんちゃんってあの、アラモトのとこやろ、あのローソンの前の、うん、ホーミンの並びの、ホーミンの並び、そう一粒一粒、これも存在感、はい、よくね、店員さんが変わるんですよ、ここね店員さんが変わるんですよ、本当に、じゃあ公正を、公平を期すためにあれしましょうか、お箸のこの、あ、これでいきましょう、これで、あ、そうやね、ついてたごめんごめん、お、重いな、もんちゃん重いですね、もんちゃん重いな、重力やな、6個やのに重いっていう、6個、はい、ありがとうございます、そう最初6個ですね、しないよ、しちょっとね、ちょっと待ってね、さんちゃんも食べるね、よもうなんかあれでしょ、三四郎がおったら NG とかなしになるでしょ食べますか、はい、うん、はい、じゃあいただきまーす。いただきます。いただきます。あ、カメラにちょっと見せた、これ。見せた。これやね。見せてへんやん、見せてへんやん。ミホロボットカメラにその忘れたやろ。忘れてましたね。おっきいですね。モンちゃんおっきいな。いただきます。はいはいはい、あげるな。ちょっと待って。危ない。あげるからちょっと座って。すいません、ちょっと母になってしまうんです。ほう、うんうんうん、なんか一番ソース系の中では一番トリッキーかな、うん、僕の中では、うん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 、もんちゃん好きな人もんちゃんしかダメな感じですよね、うん、多分、うんうんうん、かわいいソース口についてる、ね
放送事故や。いやでも美味しい美味しい。美味しそうに食べてる。美味しい。これは美味しいね。うん、いやちょっと食べちゃった。うん、何？タコの存在感がありますね。うん、あタコの存在感ね。大きめなんですかね。かもしかも。うん、もんちゃん舐めとったわ。うーん、ソースは割と酸味が効いてる感じが。迷うねこれ。ちょっと僕の中では決まりました。10ポイント、5ポイント。5ポイント、10ポイント、5ポイント、2ポイント、ね。2ポイントは迷うな。あ、もう10と5はすんなりいきました。まあ、誰がどれに投票したかっていうのは、あの、公表しませんから、公表しませんからね。はい。はい。はい、これどこやったっけ。じゃあなんか書きましょうか。書き出して。それたこ山でしょ。これは、たこ山かな。飛んでいってしまった。これテンブス。これもんちゃん。これもんちゃん。これもんちゃん。あれたこ山。はい、じゃあ今4人だけなんで、あとあの審査員お二人食べていただきまして、はい、なるほど、期待してください。その間僕がサンちゃんと遊んでおきます。サンちゃん、サンちゃん、あのみんなにもたこ焼き食べてもらわなあかんからな。足していく、変えていく、これ見えちゃうね。あ、じゃあ書いていきましょうか。で、うん、横にこう、あ、メールで送ったらいいか、前田さんに。ラインかメールで。はい、メッセージで送って、はい、それを足して。あ、わかりました、わかりました。じゃあ行きましょうか。はい。じゃあ、あの、あとお二人の審査員の方も食べてください。はい。水谷さんどれ？水谷さんのこうタコ外れてるよ。水谷さん。これ、あ、塩マヨやな、そうな。はい、じゃあちょっとお名前書かせていただきますね。ね、じゃあ、すいません、ペンお借りします。さんちゃん、かんん、なんか、あれ受信できませんね。受信できませんね。ダメだくん。さんちゃん、なんか触った？あ、リモコンや。大丈夫、リモコンかな。見えてない。リモコンどこやった？あなた、リモコンは。あ、あった、リモコンあった。ちっちゃいな。でも、これほぼ出てない。いるか。ボールペン取ってこようか。じゃあもう送っちゃいましょうか。送っちゃっていいですか。はい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 。個人ラインに送るという。個人ラインでね。はい。審査委員長ですからね。さんちゃん、さんちゃん食べへんの？たこ焼き。磁石で遊ぶ。磁石大好きですね、ファンシローさん。じゃあ、ちょっとじゃあ皆さんね、あのこっち向かないでくださいね。はい、はい、あ、ドキドキしますね、みんな。結果、はい、送りましたよ。はい、若林さんも送ってもらいましたね。はい、送りました、はい、なんていうか、いいかな、
めっちゃ好み出ますよね。めっちゃ好みこれ。はい、ミホロボット送った？はい、送りましたよ。 LINE で送りましたね。忘れることは、決まりました、ね、一見めっちゃ強いのおるでめっちゃおもろいなこれ。なんでやと食べました、これは。これはね、エビスヤさんですね。このもんちゃんが6つなんで食べてるか、あ、さんちゃんが食べちゃったんです、すいません一つを二人に分けてもらうという感じになります。すいません、申し訳ない。タコがいらっしゃらない感じになってます。三四郎どこ行ったかな。あ、死ぬもないんだ。たこ焼きを食べに来ましたか。はい、かわいいですね。おいしい。みんなこれがお昼ご飯です、みんなこれがお昼ご飯です。私、3日連続でたこ焼きが、はい、2日連続だよね。3日前、あの、はい、だって月曜日は今日水曜日ですけど、うん、月曜日は和田さんとオムライス食べてますからね、うん、たまらん亭で、たまらん亭っていう、あのしばらくお休みされた卵料理のお店で、卵料理のお店なのに肉が美味しいっていう。そうなんですよ、肉水がね、ハンバーグ食べてね、で僕オムライス食べて、オムライス、和田さん何ハンバーグ食べてるのって言うんだから、たまらん亭よ、やっぱハンバーグも美味しいよ、わかってるよ。でもたまらん亭復活よ、卵かけご飯食べたね、あ、こんな、そうそう、いやでもちょっとメニュー今絞られてて、最初に食べてたそうですか、ハンバーグ定食と、いや、日替わりが2つとオムライス、あ、日替わりが2つとオムライスね、うん、日替わりがハンバーグ定食と、なんか、あ、とんかつ、うん、今日は肉じゃがやった、今日肉じゃがでした、めっちゃチェックしてますめっちゃヘビーユーザーじゃないですか。いや、毎朝あの SNS で今日の日替わりっていうのを出してはるんで、なるほど、なるほどそうですね、忘れてました。あのちょっとこの審査員が食べてる間に、はい、これはあの、代わり台としてね、代わり台としてたこ焼きランドを買ってきたんですよね。たこ焼きランドのたこ焼きです、たこ焼きあの小坂にあるたこ焼き屋さんなんですけど、たこ焼きランドっていうね名前っていう名前ですなんですけど、あのここは変わり種のたこ焼きをたくさん出してるんで、ちょっとあの審査に入れにくいかなっていうことで、うん、はい、ただのお土産として持ってきたたこ焼きを、しかもポテト味、ポテト味どういうことですか、ポテト味、あの中にマッシュポテトが入ってるっていう、はい、ちょっとあのまあなんか、はい、普通に食べるかなっていう、審査時間の間にお土産をお土産ですよ、お土産も、お土産もたこ焼き。ありがとうございます。たこ焼き三昧。小坂のね、そうそう、お店なんですけど。あのね、明太子とか、あとピザとかあるんですよ。うん、味に、うん。マッシュポテトは実は初めて買ったの。あ、ポテト、ポテト。うん、美味しい。あ、ポテトや。ポテト美味しい、うんうん。結構ポテトの割合が高いですね。うん、だいぶポテト味ですね。うん、うまや、ポテトや、うん、これめちゃめちゃ好み分かれてるで、こう続けがたい、面白、うん、これは名前を伏せて、うんうん、点数公表したいんですけど、うん、これそれもやったらあかんから、うん、はい、1位と2位だけね、お知らせしましょう、ね、うん、はい、もうすげえすげえ、めっちゃおもろいわこれ、お、めちゃめちゃおもろい、これめちゃめちゃおもろい、これはめっちゃおもろい、うん、いいの、これ間違ってへんのって感じの、だから、うん、全然票が集まってへんところにこれが一番美味しいって方もいらっしゃるんです、うん、これめっちゃ面白い、うんうん、なるほど、ひと玉出すんでしょうか、もんちゃんですね、すいません、もんちゃんを三四郎が食べてしまった、はい、おお、おお、なんかすごいな、うーん、だってこればらけてるな、ばらけてますか、いや、ちょっと集計しましょうか、はい、へえ、本当に
計算機使おう。そんなん間違えたらどうするんですか。23です。あ、ちょっと信用しないです。あ、23、ほんまや。1位がね、10ポイントやから結構大幅に加点されますね。うんうんうん。あ、これもうダントツでしょ。ダントツだ。ダントツ1位。あ、うわ、うわ、これはちょっと、いや、見た、あの、皆さん見ていいですけど、好評は、これ面白い結果になりましたね。はい、まずじゃあ優勝を発表したいと思います。はい、優勝は、あ、2位、準優勝から言います。はい、3位から、あ、1位、2位、3位、え、2位と3位、2位と3位、準優勝と優勝だけですね。はい、はい、3位はなし、2位、2位を、2位を発表します。合計、得票数が23ポイントで、たこえもんさんでーす。たこえもんはすごい。何がすごいって、この表のね、入り方見てもらったら、たこえもんはすごい。たこえもんの偉大さ、さすがって感じ。万人受けしてますね、これは。で、栄えある優勝はですね、はい、30ポイント集めました、天仏さんでーす。天仏さんは、はい、点を入れてはる方は全員1位なんですよ。10ポイントすごい。いや、すごい。こんなおもろなる。そうですね。こんなおもろなるということで、はい、第1回たこ焼き選手権大会、ごめんなさい、第1回東大阪メディア対抗たこ焼き選手権大会の、優勝は天仏さんということで、はい、綺麗に収まったと思います。はい、で、今回ね、はい、持ってこれなかったお店とかもあると思うんで、うんうんうん、これからまた開拓したり、新しくできるたこ焼き屋さんってもうある一つが現れてエースになるじゃないですか。うん、なんで、もしよろしければ、まあ、ちょっと涼しくなってきた頃からはい、涼しくなってきた頃ぐらいに。もう一回第2回をやりたいなと思ってます、はい、よろしくお願いします。ということで締めていいんですか。はい、はい、じゃあ締めましょうか。皆さんどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。全たこ焼き屋さん美味しかった。これ0点がないっていうのすごいですよね。ね、1点も入ってないってとこがないですよね。ね、